出てくるといいんですけど。まあでもこうやってね、こう目合わせながら相手を探ってますよね。どう来るのかなとか。さあ軍配が返りました。大輝鵬と吉東。軍配は大輝鵬に上がりました。どうですか今のは。今のは大輝鵬でしょうね。物言いもつきませんね、はい、残ってましたよね。少しもつれるような形で落ちていきましたが、はい、大輝鵬勝って1勝1敗です。